今日はどんな企画をしますか。今日はね、これ、はい、これから発売になります極栄の丸い傘を、丸い傘をの、ね、プロトタイプなんですけど、はい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 、まあこれはね、動画が配信される頃に皆様がね、うんうん、店頭に並んでね、はい、ご覧いただけると思います。はい、はい、長者ですね。あれ音羽の森だから。はい。はい、来たよ。ダブルでーす。ダブルヒット。いやー大ちゃん始まったって感じしますね。イエーイ、はい、早速ダブルヒット。おお、いいサイズ、いいサイズ。ここでっけえな今が。変わるよね。これは他店ついたと思いますよ。他店ついたと思います。こう、あー落としちゃった。2個、3個、1個、1個すぐそこで下ろしちゃいましたけどね。3個、えい。今ちょっと濃かったけど、ほら触ったでしょ今。ほら触ってる触ってる。ほら。うわー大ちゃんちっちゃい。竿なんですけど、まあEX の F を基準として、そこから何パターンか作ってます。でこの形に行き着いたんですけど、まあ、どこを変えたかって具体的に言うと、穂先のね、4つ分ぐらいのところを少し柔らかくしまして、なおね、浅場にもう特化できるような竿にしてます。そうですね、ここの、私がね、白く塗ったんですけど、ここの部分をね、少し柔らかくしてます。あと決定的に変わったのがね、このリールシート、ゼロシート。まあゼロでね、フィットしやすく、手にフィットしやすくなってます。でやっぱ叩きやすくなってますんで、まあ疲れにくい、そういうとこはねやっぱ特徴ですね。でバランスもね良くなってますんで、なお感度にもね、軽量にも持ちやすさにも優れた竿になってますんで、爆裂超過間違いなしだと思います。穂先柔らかくしたっていうのは、結局まあ今みたいな15メートル17メートル、そういうとこでもオールラウンドで触りがねはっきり見えるような、やっぱまあ穂先で触りをね、当たりを取る釣りなんで、やっぱここが結構重要になってきますんで、ここはもうかなり力を入れて、ミリ単位 0. 何ミリ単位で微調整して作りました。でね、軽量、だいぶ軽量されてますんで、軽量化されてますんで、まあ細かいね、今日こんなイカも出てますんで、ああいうのにね対しても、あ乗ったっていうのが結構ね分かりやすくなってます。まあ総合的にね、だいぶ前作より進化した竿になってますので、ぜひ使ってみてください。はい、ガンダムはつけてる理論ですね。まあ主にね、深場の方では私はつけてるんですけど、まあガンダムはつけるメリットとしては、まあガンダムは動かしますんで、ね、よく仕掛けが、上の吸ってが動きます。でやっぱね、叩きがプラスされるような感じ、イメージですね。でまあそれによって触りが増えると思います。まあちょっと渋いね、深場、
やっぱ叩かないと動かさないと釣れないなんて時は結構有効だと思います。そうね、俺の一番上ここでつけて、ここでつけて、まあ1センチ2センチぐらい離してやってます。ね、最初やるんだったらカワハギなんかで使う中重りの 0.5 とか1号あの辺から始めていただいた方が、負荷を取るには目印として、感じるのはそれぐらいで、今僕は 2B まで落としてます。あ、でもイカいる。ダブルだ、ダブル。トリプル、トリプル、大ちゃん。はい、入れます。急に触ったよ。イエイ。あ、サバの丸イカっぽいサイズですね。いいっすね。まあこんなのもですね、本当今のもごく小さい、カチっていう、まあ、つっていうあたりでしたけど、まあ、バッチリ出ました。やっぱりこのですね、竿で自分が結構気に入っているところが、乗り感。この乗った瞬間にかかったかかってないかを一瞬判断する能力がとっても長けてると思いますね。はい。これも本当に微妙な、本当にバットと穂先とお持ちの微妙なバランスの感覚ですごい崩れちゃうと思うんですけど、かなり乗り感がすぐにわかるような調子になってると思います。あとですね、やっぱりこのグリップ周りですね、このゼロシートキャビティトリガーを使ってます。やっぱりこうふっくらこう握れるんで、すごくこう叩いてる最中とかピタッて止めた待ってる瞬間とかをすごくですね、脱力した状態で待てるんですよね。でやっぱりこうスポーツとかってよく脱力が大事って言われるじゃないですか、一瞬の瞬発力とかを出すのに。で当たった瞬間ギュッと力が入る、この感覚をやっぱ作るために脱力必要なんで、このふわっと握れるゼロシートキャビティトリガーすごくいいと思います。あとですね、大ちゃんとテストしてて、これ偶然の産物なんですけど、ここのリアの EVA がですね結構ふっくらしてるんですよ。これも結構ポイントで、結構最初のプロと細身だったんですけど、このふっくらしてるやつを握ったら、あ、こっちの方が全然いいじゃんみたいになって、やっぱりこのゼロシートのこう形状に合ってるというか、この卵をこうふんわり握ってるような感覚を保ちやすい。だからこう瞬発力でピュッて一瞬の力が入りやすい。で、やっぱり叩いてても疲れないし、みたいなこう全体のバランスが取れてる要因の一つにもなってるかなっていうふうに思います。あとですね、やっぱこう竿が軽いだけだとやっぱり意味なくて、やっぱりリールも同じく軽くしてタックル全体の総重量を下げた方が、まあ、絶対にこう乗り感はですね分かりやすくなりますんで、まあ台場で言うとですね、まあ、最軽量のアドミラ 100H、まあ、この辺りのですね、できるだけ軽い手巻きリールを使っていただくと、もうよりですねこの LC の本領を発揮できると思います。穂先が今の当たりっぽかったの。穂先の角度はですね、もう本当かなり0度に近い状態、もう10度、5度とか15度とか15度から5度の間ぐらいをキープできると、もうこの上なくいい当たりが見えると思います。お、これちょっと今の声、ほら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 、今のこれこれ、そう、ほらほらモニモニみたいなの、今の絶対そうでしたね。今のは普通に合わせちゃいたくなる、いいホニョホニョでしたね。なんかやっぱりサイズも、お、今のっぽいな、ツンっていうのも、やっぱり浅場で肩も小さいから、こう思いっきり引き込むとか思いっきり穂先が上がるっていうあたりよりかは、震えとか横揺れみたいなあたりの方が多く出るんですよね、こういう場所だと。おお、
まあ疑わしきは全部合わせていきますが、なるべく穂先はもう一定にキープする、体でうねりを感じてロッドを上下してなるべくキープでですね、あんまり深場だとほぼ使わないんですけど、こういう浅場になってくるとこの投げ返しやっぱりこうみんなが船下やってる時にこう周りに知ってる反応をこう独り占めするためにですね、こう筋を変えてあげること、これハマる時まで爆発的な威力が出るんで、ちょっと足元をずっとやってて釣れないなっていう時は今みたいに回収して投げ返してあげるっていうのは時々やってあげるとアラッキーっていうことがあるとは思います。おお、ほら当たってる、見えましたかね今のフルフルっていう、この上なくいい当たりが出ましたね。シューダブルー、おお、まだもう分かりやすいポンってやつですかね。うふう、こんなちっちゃい、大きいのも楽しいけど、こういう小さいのをかけてやったぞってのも楽しいですね。だからやめられないっす。頭丸いから魅力について教えてください。そうですね、僕はやっぱりまあ浅い分手返しも良くなるんで数釣りができるで、軽い重りで結構ねライトにできるのが僕は結構好きですね。頭丸いかの魅力、触るのも早いし話すのも早いからめちゃくちゃテクニカルで難しい面白い。はい、バリバリになってきましたね。また、お疲れ様。もう大爆超激でしたね。もう浅場の丸いかをね、バリバリでバリバリでやらせていただきまして、はい、もう来期発売するこの極栄丸いか EX の LC やばかったね。やばかったね。もうこの性能は存分に皆さんにお届けできたかなと思います。はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけ、皆さんチャンネル登録もしとってねー。